レイヤーズリーグラップのような音してますね。あれ？ダメ？全校で見てるじゃない？あこれ多分結構切れてるな。さあ、1位コウ選手に変わった。あ、ちょっと切れた。完璧に基盤のところで切れてる。あ、基盤のところで切れてるので。さあ、選手フェンスに乗った。まあ、だいぶ原因が下がったんじゃないですかね。浜田選手、2番手三浦選手、3番手井上選手、4番手石川選手、5番手及川選手、6番手伊藤選手、7番手足立選手、8番手伊藤選手、及川選手が3番手に行くよ。2番手、3番手が2秒か。4番手、1番手が 1.9 秒か。ちょっと詰まったんじゃない？1.44 秒か。そして及川選手と 1.88 秒か。1.35 秒か。一周コンマ1ずつ。また、おっと、名前選手転倒。さあ、三浦選手はトップ。さあ、及川選手がトップに変わった。すげえ分厚い、その高いやつ買ってきちゃうの。はい、あ、これでやばい。さあ、あれでおります。11秒42、2番手長谷選手を受ける11秒35、でその差 2.8 秒差。3番手石川選手、
石川選手に移ったので、久保さんの3位。さあ、目の前にいるのは、浜村選手。1.2 秒か。さあ、解けた。投稿しているうちに石川選手が近づいてきた。31.7秒差。さあ、ここで久保さんが、久保さんが2番手に上がった。さあ、石川選手がこれ、3番手に上がったのか。さあ、石川選手3番手上がった。残り20秒。さあ、及川選手4番手交代。さあ、石川選手すぐ後ろまで来た。もう少しだ。ここでタイムアップ。ここに向かうは三浦選手ゴール。浜谷選手、福岡選手、石川選手ゴール。はい、今テンションゴールですね。はい、優勝は浜谷選手、3番手、石川選手。お疲れ様でした。すいません。